さあ今回は日本オープン覇者蝉川プロが普段のゴルフ場にいたらという動画です。朝の8時に340ヤードです。音と圧がとんでもないです。380ヤードのホールでグリーン手前まで来まして、これがまたぴったり寄ります。楽楽おはようバーディーです。撮影させていただきましたのは蝉川大河プロ22歳です。あの松山プロを超える史上初のアマでツアー2勝、プロ転向して今年もすでに1勝を挙げています。今全然難しくないとおっしゃってましたよね。本当に難しくなかったみたいです。ドライバーがキャリーで310ヤードだそうです。安定のフェードボールで本当に曲がる気配がありません。PGA ツアー見てて6番アイアンで200ヤードというのが世界基準だと私勝手に思ってるんですが、まさにそうでした。球が高いんですね。この日は風が本当に強くて読みが難しくて、ここもグリーンキャッチできなかったんですが、3連続バーディーです。バーディー、なんか近くで見てて本当に竜巻にボールが巻き込まれてるような感じのスイングに見えました。このホールもそうなんですが、プロは風をずっと見てましたね。私たちね、なかなか風見てもまっすぐ行かないんでどうしようもないんですけど、奥に行ってしまって、試合でここに行ったらダメですねとおっしゃってました。一般営業の日なのでグリーンのスピードがやっぱりまだ出てなくて、タッチがちょっと難しそうでしたね。アマチュアへのアドバイスとしては、どうしても皆さんインパクトで止まってしまうので振り切ってくださいということをおっしゃってました。でご自身もそれを意識していると。でスローで見てみますと、非常にワイドなテイクバック、ちょっとシャット気味なんですよね。そこから体でグーッと引っ張り続けて、最後にクラブがインパクトゾーンに入ってきて、フォローでも頭を上げないで左肘を畳むことでいつまでも前傾キープをしているように感じます。すごい。そしてこの一打痺れました。3番ウッドでカットを打って風に乗せますとおっしゃったんですが、左から右にグイーンと曲がっていきます。そしてまたとんでもないことが起こります。うおー入った。ここはドライバーですと300ヤード先の池に入ってしまうので、3番ウッドでライン出ししてました。
ここはフライヤーしてしまって、で奥のバンカーに入ったんですね。このバンカーが左足下がりのグリーンがまた下に下ってて、奥には池も見える難しい状況なんですが、これをまた寄せるんですね。ナイスです。止まっちゃいますねとおっしゃってたんで、もしかしたらランを出して入れるつもりだったんですかっていう。ナイスパ。ここは15ヤードの打ち下ろしで、まあ、繰り返しお伝えしてますが、この日は風が本当に強くて滞空時間長くなるからすごく嫌じゃないですか。でもね、やっぱ距離感合わせてくるんですね。ここはさすがに乗せるのなかなか難しいんじゃないかなと思って見ていたんですが、ご本人は寄っていないことに納得していない感じでした。ここはアゲンストの風で飛ばないなと言いながら280ヤード。よいしょ。申し訳ないんですが、グリーン上が取れていなくて取材用の映像を借りました。このホールパーでなんと前半が32ですね。というわけで非常に特別な機会をいただきました。蝉川プロも本当に親しみやすい方で、礼儀正しくて若いのにしっかりしてるし、一気にファンになりましたね。若い選手を中心に本当に新時代来てると思いますし、で世界で活躍する選手も近々出てくると思うんで、本当にね、応援していきましょう。それでは後半はゴルフ場の音のみでお楽しみください。よいしょ。
いしょ。素晴らしい。よいしょ。ちょっと読みすぎましたね。確かに寄ってるんじゃないですか。
れ何で打つんですか。これ60で。これも60。はい。大丈夫です。全然転がんなかった。止まっちゃった。止まりますね。もう売ってないって。おお、プロ。